このイベントは年長の園児の卒園と小学校入学を祝い、大きな空間の中でスポーツなどを楽しんでもらおうと毎年行われています。今回は名古屋市内のおよそ360の保育所から園児およそ5000人が参加しました。障害物競争などのスポーツでは、園児たちは真剣な表情でゴールに向かって走っていました。またイリュージョニストによるマジックショーも行われ、園児たちもショーに参加するなどして楽しみました。